本日は走れ大井チャンネルとプライドをかけたガチンコ対決。どうも竹虎です。はい、どうも守備太郎です。はい、本日ははい、ですね、竹虎 TV で最近恒例になってきております。はい、コラボ企画をしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回は前々から見ている野球 YouTuber に来ていただいています。なるほど。早速お越しいただきましょう。はい、大井さんに来ていただきました。ありがとうございます。東京まで来ていただきまして、群馬の方から、群馬の方から、はい、大井さんは、8年前から動画を投稿してるという、なるほど、フル株の YouTuber でございます。歴史を感じますね。歴史ですね。中学生の時に上げた壁当てから、で、今の動画に至るということで、はい、で、竹虎君、はい、なんか大井君に言いたいことがあるとかないとか聞いてるんですけども、何でしょう。はい、言っちゃいますか。ちょっと最近あの大井さんの動画で朝ペンさんとのコラボ企画がちょっと多いんじゃないかと、数字狙いにいってるんちゃうかと思って。なるほど、はい、そうですね、はい、まあぶっちゃけ、はい、そうですね。おお、ぶっちゃけだ。再生数を取りに行ってますね。野球女子の、はい、そうですね、野球女子アスペンさんですね。いや、もうあんな華やかな方にチャンネルに出ていただいて、はい、羨ましいなと。妬みということで大丈夫ですか。心から妬んでますよ。この妬み悔しみ、どうすればいいんだと。なるほど。僕夜中ずっと考えてたんです。はい、対決しようと。対決、対決、ぜひ3打席勝負。なるほど、いいでしょう、やりましょう。ありがとうございます。じゃあ早速行きましょうか。よし、はい、絶対負けね。はい、ということで走れ大井チャンネルさんと対決することになりました。早速ルール説明をさせていただきます。ピッチャーとして3割3分3厘打たれたら悔しいと思い、3打席勝負で1本でも打たれたら負けということにしました。罰ゲームですが、大井さんが負けたら動画のオープニングで竹虎 TV にお世話になってる走れ大井チャンネルだと言っていただきます。僕が負けたらアーリアした T シャツを着て少しの間動画制作をします。やっと戦う場を作れました。年が近い草野球人ということで絶対負けたくないですね。しかも女性とコラボしてうつつを抜かしている。全打席完璧に抑えます。はあ、おお、おいさん詰めますよ。おお、いいんだ。あっと、これはどうだ。これはセンターフライですね。危ないよ、危ないよ。さあ1打席抑えました。ストレートに振り遅れてるし、チェンジアップも泳いでいる。あと2つは三振狙い。なぜ負けたのか。 YouTuber の大先輩に調子乗って勝負を挑んだ罰が当たったのか、はたまたやはりスライダーを打つ大井さんのスキルが素晴らしいのか。そしてここで甘く入ってしまう僕が未熟なのか。とにかく乾杯です。というわけで
アーリアした T シャツ着て明日の動画作ります。アッパレオンラインショップやっております。今回結構種類を追加しましたよね。見るだけでも楽しいかもしれません。ぜひアッパレオンラインショップよろしくお願いいたします。